ただいて、2015年に向けた中期経営計画っていうことで言うと、僕らのその今のグループ全体はですね、やっぱり方向としては社会イノベーション事業だということで、社会、それからお客さんが抱える課題っていうのをワン日立で解決しましょうと。で、ワン日立って言ってきてるんですね。だからワン日立っていうことは要するにその事業がですね、それぞれまたがりになってきていて、一つ一つの事業が単独でやっていくっていうのはやっぱりその難しくなってきているっていうのは背景としてあるんですね。だからその日立が一つになって、いろんなビジネスがあるけれども、それをその一つにしてお客さんの課題、社会の課題っていうことを解決していこうっていうことになると、やっぱりその全部バラバラでやってきゃいいんだっていうふうにはやっぱりならなくなってきているっていう、そういうビジネスの背景がああります。で、これは数値的な目標ですけれども、2015年のその目標は10兆 7%、 3500兆、それから30%超っていうですね、そんな目標を掲げて今やって取り組んでいるところであります。で、これも先ほど申し上げました通りですね。で、2015年の目標、今45%、海外の輸入産45%ですけれども、これをその海外でその成長を目指して50%以上に持っていきたいっていう、そういう目標を掲げてやっていまして、人員にしましても、国内人員というのはおそらく微減していく、微減させていくっていうかですね、で、海外で増やさざるを得ないっていう、増やして、2015年の中期経営計画を達成していくんだという、そういう目標を掲げてやっています。で、グローバルメジャープレイヤーに2015年になるんだってこう言ってるんですね。で、これはものすごく大変なことで、それぞれのその部門がですね、やっぱりそれをその実現するために、日立がそういうそのグローバルでメジャーなプレイヤーになるためにどんなことをやっていかなきゃいけないかっていうことを、それぞれの部門が考えて、それをサポートしていくっていうことをやらざるを得ないっていう、こんなことを今進めています。で、人材もその中の一つなんですね。で、こういうそのビジネスを背景にしてですね、ビジネスの戦略を背景にして、グループグローバルで人材戦略でどんなことをやろうとしているかっていうことなんですけれども、中期経営計画を実現するために、僕らはそのどういうそのサポートっていうか、どういうふうにその